自民党はゆとり世代や脱ゆとり世代と呼ばれる若者世代の実情を把握するため専門家を招き意見交換を行いました。これからの日本の社会が抱える課題について鋭くです、ねあのえー、解きほぐしていただきながらその先のヒントを突破するヒントもです、ね、合わせてお伺いできればなと。 長引くやっぱり不景気感とそれから携帯 SNS とこの2つの要因によってちょっと消費金額行動範囲ともに小さいスモールライフというのを送るようになっているっていうのが今の若い子の大雑把な特徴ですと国内外で若い世代の消費行動を研究するサイバーエージェントの原田氏は今の若者の考え方の傾向や人間関係の特徴などを解説しました。 出席した議員から若者の政治への関心を高める方法などについて問われると原田氏は政治家は政治に関心がある若者に目が行きがちだがそうではない大多数を対象にした政策作りをすれば投票率が上がるのではなどと応じました。